料理研究家のだれうまです。さて今回はですね、唐揚げやカレー、ハンバーグなどの定番料理をだれうま流に一番美味しく作る方法をご紹介する極みシリーズです。この極みシリーズでは定番料理の一番美味しい作り方をご紹介するんですけれども、難しすぎたり材料が多すぎたりすると皆様自身作る気にならないと思いますので、簡単だけれども最高にうまい、これをコンセプトにレシピ開発しております。そして今回ご紹介するレシピは極み鶏胸肉唐揚げですね。通常の唐揚げであれば鶏もも肉を使用するんですけれども、最近物価の上昇によって鶏もも肉が非常に高くなってるんですよね。ただ鶏胸肉であればまだスーパーでお手頃価格で購入することができます。とあるひと手間を加えるだけで通常の鶏もも肉で作る唐揚げ以上にしっとり柔らかジューシーに仕上がりますので、皆さん騙されたと思って一度試してみてください。料理研究家の中で確実に私誰もが一番鶏胸肉食べてますからね。僕のことは信用しなくていいので、鶏胸肉レシピだけは信用してください。ということで今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。鶏胸肉、卵、ニンニク、ブラックペッパー、そしてごま油に片栗粉、お醤油、お砂糖、お酒、オイスターソースになります。でね、材料の紹介をしていきます。今回はね、鶏もも肉ではなく鶏胸肉で唐揚げを作るんですけれども、できればね皮がついた状態のものをご用意ください。というのもですね、鶏皮には鶏肉の中に含まれる肉汁をしっかりとね保ってくれる役割もあるからですね。そしてこちらの片栗粉なんですけれども、こちらは衣に使用するのではなく鶏胸肉の下処理で使用します。また後ほど衣で使用する材料はご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速作っていきましょう。まずは鶏胸肉ですね。先ほども言いましたが、鶏胸肉はねできれば皮付きの状態のままご使用ください。で今回は2人前あるので 350g から 400g ぐらいの鶏胸肉をご用意ください。そしたらまずはこちらを縦半分に切ります。鶏胸肉を縦半分に切ることができたら、こちらをですねそぎ切りしていくような感じで切っていきます。まあそぎ切りというか少し包丁を寝かせて断面を広く取る感じですね。はい、こんな感じで鶏胸肉を切ることができたら OK。 すいません、忘れておりました。鶏胸肉を切る前にまずはね鶏胸肉の両面しっかりとフォークで穴を開けてください。なぜこのようにねフォークで穴を開けるかというと、鶏胸肉の中までしっかりとね味を染み込ませたいから。そしてですね、鶏胸肉の下ごしらえをする際に使用する卵と片栗粉をしっかりと鶏胸肉の中に吸わせるためですね。そしたらボウルに先ほど切った鶏胸肉を加え、ここに卵、えい、卵を割り入れることができたら、卵を潰しながら鶏胸肉にしっかりと揉み込んでいきます。ここをしっかりと揉み込むことで鶏胸肉が卵をしっかりとね吸収してくれるんですよね。その結果鶏胸肉の肉汁を中に閉じ込めることができ、非常にしっとり柔らかく仕上がるんですよね。でね、鶏胸肉の両面にしっかりとフォークで穴を開けているので、鶏胸肉が非常に卵を吸い込みやすくなってます。はい、ということである程度鶏胸肉に卵の水分を吸い込ませることができたらこれで OK。そしたらお次にこちらにお醤油、鶏肉の臭みを消すためにお酒ですね。ほんのりとした甘みとコクを出すためにお砂糖、お砂糖には保湿効果もあるのでお砂糖を加えることで鶏胸肉をしっとり柔らかくさせる効果もございます。そしてコクと奥深さを出すためにオイスターソース、こちらも少し加えると唐揚げって非常に美味しくなるんですよね。あとはおろし筋肉、ニンニクはすりおろしましょう、ブラックペッパーですね。今回ですね、お砂糖を少し加えているので、まろやかで優しさのある唐揚げなんですけれども、ここにね、ブラックペッパーを多めに振りかけてあげると、非常にね、スパイシーな味わいが引き立って美味しくなりますからね。これらを加えたら、次は調味料を鶏胸肉に吸い込ませるようによく揉み込んでいきましょう。ここもね、鶏胸肉の両面にしっかりとフォークで穴を開けているので、よく揉み込むことで、鶏胸肉が調味液を吸い込んでくれますからね。はい、よく揉み込むことができたら、ここに、片栗粉、えい、片栗粉を加えたら鶏胸肉全体にコーティングさせるように優しく揉み込んでください。はい、片栗粉も揉み込むことができたらこちらにごま油ですね。ごま油もね鶏胸肉全体にコーティングさせるように優しく揉み込む。はい、これで鶏胸肉の下ごしらえは完了です。
でね、僕の動画を何度も何度もご覧になっている方はもうご存知だとは思うんですけれども、今回ですね、鶏胸肉を柔らかくするためにチャンという名前の中華技法を使用してます。鶏胸肉に卵を加えてよく揉み込み、その後に片栗粉、油の順でコーティングさせるようにして揉み込むことで、鶏胸肉に膜を作ることができるんですよね。この膜を作ることで、鶏胸肉を揚げる際に肉汁が流出するのを防ぎ、しっとり柔らかジューシーな唐揚げに仕上がるというわけですね。そしたらですね、鶏胸肉が乾燥しないように密着させるようにしてラップをします。そしてこの状態でだいたい30分以上、長くても3時間より短い時間漬け込みます。結構ですね、唐揚げは漬け込めば漬け込むほど美味しくなると思われている方多いんですけれども、もちろんね、漬け込めば漬け込むほど鶏肉の中までしっかりと味が染み込んでいくんですよ。ただそれと同時に調味料の塩分による浸透圧の関係で、食材からどんどんとね、肉汁が流出してしまうんですよね。その結果パサついた食感の唐揚げになってしまうんですよね。でね、今回は鶏胸肉の両面にしっかりと穴を開けているので、この30分の間でも十分に中まで味が染み込みますからね。ということで、この状態で30分ぐらい。マッチョ！はい、ということでね、唐揚げを漬け込んでから大体2時間半ぐらい経ちましたね。皆さんその間何をされていましたでしょうか。私、だるいまは、ちゃんとジムへ行って筋トレしてきました。やっぱりこの差だと思うんですよね。ということで、お次に衣をつけていくんですけれども、もちろんですね、片栗粉をそのままつけてもいいんですよ。ただ今回はですね、中はしっとりジューシー、そして外はザックザクの唐揚げを作りたいということで、私だるいまはですね、片栗粉にお水を少しずつ加えてダマを作っていきます。このようにお水を少しずつ加えて片栗粉のダマを作ることで、普通の唐揚げではね、感じることができないほどザックザクの衣に仕上がります。ということでね、片栗粉にお水をもう少しずつ加えてください。そしてね、こんな感じでできたダマを手でほぐしていきましょう。このダマが大きすぎると結構ね、歯に残る食感になってしまうので、手で細かくほぐすようにしてください。そしていっぺんに加えるのではなく、少しずつ加える、これもポイントですね。はい、ということでね、見てください。こんな感じで片栗粉のダマを作ることができたら OK です。そしたらね、お鍋に油を注いでいきます。油の量はね、それほど多すぎなくて大丈夫ですからね。鍋底から1センチぐらい油を加えてください。そしてこちらをだいたい170度ぐらいの温度で加熱します。ほとんどのご家庭はこのようなね、温度設定機能がないと思いますので、後ほどね、菜箸で油の温度を確認する方法をご紹介します。ここで注意点なんですけれども、油を温めている間に鶏肉に衣をつける方がいらっしゃるんですけれども、それはね、絶対やめてください。というのもですね、あらかじめ衣をつけておくと、せっかく作ったこのダマが溶けてなくなってしまうからですね。そして鶏肉からどんどんと水分が出て、仕上がりの衣もべちゃつく原因になってしまうんです。なので必ず衣は油が温まってから鶏肉につけ、その後すぐに揚げるようにしてください。はい、ということでね、油がだいたい170度になりました。で、温度設定機能がない方は菜箸をつけてみて、箸全体から泡が出てきた状態、これで大丈夫です。そしたらですね、衣をつけて揚げていきましょう。この衣も水分を閉じ込める役割になるので、しっかりとね、つけてあげてください。衣をしっかりとつけて、こちらを揚げていく。で、鶏肉を油の中に入れたら必ずね、2分間は触らない。ここを焦って触ってしまうと、せっかく作った衣が剥がれ落ちてしまいますからね。ということで、2分間経ったので、こちらひっくり返していきましょう。はい、今はね、衣がまだ白っぽいんですけれども、この衣が薄いボディービルダー色になるまで揚げていきましょう。はい、ということでね、こんな感じで衣が薄いボディービルダー色になれば、油を切っていきます。はい、ということでね、極み鶏胸から完成しました。それではいただきましょう。いただきます。待って、今日間違えて鶏もも肉使ったかなってぐらいめちゃくちゃしっとりジューシーです。しっかりとね、卵を揉み込んで、その後に片栗粉と油でコーティングしているので、胸肉の肉汁をしっかりと閉じ込めることができてます。そのおかげでね、噛んだ瞬間に肉汁がブワーっとね、溢れ出てくるんですよね。めちゃくちゃうまい。そしてね、衣がめちゃくちゃザクザクです。見てください、このあられのような衣、聞いてくださいね。
鶏胸肉といえばパッサパサになって硬くなるイメージあるかと思うんですけれども、この通りに作っていただくことで鶏胸肉の概念本当に変わると思いますよ。普段食べている鶏もも肉の唐揚げ以上にしっとりジューシーに仕上がってますね。はい、ということでね、今回ご紹介した極み鶏胸唐揚げいかがだったでしょうか。ちょっとしたひと手間を加えることでね、もう鶏胸肉ではないほど非常にしっとりジューシーな食感に仕上がりますので、ぜひお試しください。ということで See you next match ね。バイバイ。